パリッパリです。はい、これひっくり返します。はい、はい、表面触ってみてください。パリッとりです。どうも、豆腐メンタルです。はい、ということでですね、今回は豆腐メンタルの僕が作る豆腐料理でございます。とにかく豆腐が食べたいと。これ4本目なんですけども、多分まだ大丈夫かな。まだレベル2ぐらいですね。なのでまあ徐々にね、加速していこうと思ってるんですよ。もう私大好きなこの豆腐を使った油淋厚揚げ、最近の油淋チーフでございます。これがうまいんですよ。しかもね、今日はね、スタッフのね、哲也くんが買ってきてくれたんですけど、僕が一番好きな絹厚揚げを買ってきてくれて、これが一番うまいんですよ。そんな豆腐料理を豆腐メンタルの僕が作ってきたと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。まず絹厚揚げです。案件でもなんでもないんですけども、これめちゃめちゃカリッと焼けるんですよ。ここに書いてあるんです、カリッと焼けるって。これめちゃめちゃうまいっす。はい、他の絹厚揚げでも全然 OK です。絹厚揚げでもいいし、普通の厚揚げでも全部美味しいんですけども、おすすめこれ。そして長ネギが、4分の1本で 30g、 生姜が 10g、 生の生姜が おすすめですね。はい、あと調味料だけです。調味料は概要欄に書いてますので、ぜひチェックしてください。豆腐メンタルの僕が SNS をやってると、いろいろやっぱり誹謗中傷が来るんですよ。やっぱり飲みすぎだと、僕はそれをすごく気にしてしまうんですよ。やっぱりとハイボール飲めとけに、そういう誹謗中傷にすごいいつも耐えておりますんで、メンタルの限界なんですね。豆腐メンタルのままではやっぱり料理ができないんですよ、やっぱり。なのでこれから料理をね、ちゃんとしていくために、メンタルを強くしていかないといけないと思いまして、私今回はね、メンタルが強くなるのにすごくいいって言われているものをちょっと入手しましたので、そちらを飲みながらやっていきたいと思います。ウイスキーっていうらしいんですけど、これをこれ用法用量守ってくださいって書いてありました。メンタルドリンク、いただきます。はい、ということで、ね、今回はですね、もう僕のメンタルももう全開になってきたということで、絹厚揚げを使ったパリッと美味しいですね、油淋チヂチ風の厚揚げを作っていきたいと思います。パワーがみなぎりますね、皆さん。このメンタルがもうガチガチの状態でやっていきたいと思います。生姜です。生姜はね、生で使う場合国産がね、おすすめです。なぜ国産がおすすめかっていうと、多分ね、生で使った時の香りをね、嗅ぎ比べていただければわかると思います。はい、国産の生姜の方が香り強いです。なので僕はいつも、生姜だけはね、国産をおすすめします。ニンニクとかだったらね、海外産のものでも全然いいんですけども、生姜はね、国産がいいです。スライスしたらこうやって広げて、今回はソースに使いたいのでみじん切りにしていきますね。もうサブサブちゃん立ち上げたから大丈夫だよ。大丈夫、うん、いくらよってやっても大丈夫。あ、そう、メインで出さないだけ。やったー、全然料理関係なくなるけど。じゃあ今度サブちゃんでは、俺が失敗したレシピをみんなに食べさせるっていうのをやろうよ。僕サブサブジャンでもやってるんで、ね、いつの間にできたんだぐらいな感じですけども、そっちではもう好き勝手やることに決めたんで、酒とかも飲んじゃう。なのでサブチャンネルとサブサブチャンネルがあるんで、サブチャンネルはね、割と酔っ払いますけど、真面目です。サブサブチャンネルはね、もうね、全然素でやりますから、寝巻きで出るかもしれない。長ネギもね、みじん切りします。細けめにしてください。ここまで、やったらですね、働きすぎてメンタルが落ちてきますので、メンタルを強めていきます。こんな感じです。じゃあここにですね、お醤油です。まずお醤油大さじ2杯ですね。まあ、ちょっとね、今回タレ多めなんですけども、余ったら余ったら全然いいんで、大さじ2のお醤油です。はい、お酢です。大さじ1杯入れまーす。はい、はい、こんな感じです。お砂糖が小さじ4杯なんで、1、2、3、4。はい、甘いのが苦手な方は小さじ1杯ぐらい減らしても全然平気です。味の素です。1、2、3、4、5振りぐらいですかね。ごま油が小さじ1杯でーす。はい、混ぜていくんですね。
これがね、非常に美味しいユーリンティーソースになります。大体何かけてもうまいですこれ。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、フライパン、温めます。温めるのはね、中火ぐらいでいいですね。そしてサラダ油ね、まあ小さじ2とか大さじ1とかそれぐらいね、全体的にこう油が回るぐらいですね。いいです。油入れるときにグッ、もうシュパシュパッとシュワシュワッとなるような感じがもう非常にいいと思います。ではもうここに軽くお塩を振りますね。これね、気が付けてあんまり強い火で焼くと中まで温まんなく外が焼けてしまうんで、中火よりちょっとし弱めぐらいがいいから、カリッと焼いて醤油だけで食ってもめちゃめちゃうまいです。これはね、じっくり焼いていきます。じっくり焼くと中までちゃんと火が通ります。いいですね。はい、じゃあですね、一回ひっくり返してみましょう。はい、ひっくり返します。ほら見てください、この色の違い。こっち焼けてます。で、表面触ってみてください。パリッパリです。はい、これひっくり返します。はいはい、表面触ってみてください。パリッとりです。裏も同じように、最近出てきたの、絹の厚揚げってね、こうね、両方、あ、両面がね、これぐらい焼けたらいいですね。これぐらい、これぐらいまで焼いていきますよ。じゃあですね、焼けたこの厚揚げをまな板取っていきます。今回はちょっと切っていきます。あの、厚めでいいんじゃないかな。ほら、このザクザク感分かりますか。サツになってます。タレかけて食うのが一番うまいな。ほぼ油淋鶏ですから、こんだけ外がザクザクしてれば。油淋鶏のソースをこのかけていくわけですよ。これ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 です。これね、赤みが欲しいんで、七味唐辛子をパパパパパパッとね。すいません、僕酒飲みなんで、ちょっとこれが最高なのよ。ということで、アスリンチ完成です。ということで、できましたので、ぜひ食べていきたいと思います。いただきます。4本目でよかったわ。なぜかと言ったら、俺多分これ食ったら終わっちゃうわ。俺大好きなのよこれ。いただきます。うまいぞ。うまっ。うん、サクサク感残りっすもん。めちゃめちゃなんかプルプルしてて、ウリンチーソースアホやろこれ。甘み酸味辛みのバランスが最高。助けを呼びます。エマージェンシー徹夜。またレモンとか大丈夫大丈夫。いただきます。オーラスです。Yes. うまっ。何がうまい。タレがうまい。しかもなくなっちゃったんだけど。いや、あげない、あげない。天才です。天才、最高です。よっ、コロンビア。ございました。ございます。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。作ってみたいなと思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録お願いします。1年半ぶりぐらいに言ったチャンネル登録と高評価お願いします。でしょ。だってこのソースさ、そこら辺の草でもうまくなるの。本当に本当にうまくなる。あの、なんか、まあ、小松菜とかほうれん草にしてもらいたい、うん、そこら辺の草でも全然おいしい。そこら辺の草を食べる文化はうちらにないはずだから、うん、そこら辺は、まあ、食べられるやつね。食べられるタンポポタンポポとかね、うん、タンポポこれめっちゃうまい。